カーチス B-2 カンドア飛行する B-2CU28 から399号機カーチス -2 カンドアはアメリカ合衆国のカーチスライト社が開発し1920年代にアメリカ陸軍に運用された総発服用爆撃機。車内名称は CW-52。愛称のカンドアはコンドルの米語的発音。カーチスライト社がライセンス生産した マーティン社開発のメガバイトマイナス -2 と、その発展型である NBS-4 の改良型であり、それらの胴体の木製構造を交換ハフ張りに変え、エンジンを乾燥する等の改良が加えられている。B-2 の2機のエンジンは、上下翼の間に胴体の左右に沿うように置かれたエンジンナセルに収められ、それぞれのナセルのビブは、基重座に当てられていた。メガバイト -2 では、 後方の銃座は胴体に設けられていたが、社会を妨げるとして変更されたが、これは、協作相手の XB-1 も、同様だった。尾翼は装備翼である。試作機は、XB-2 として開発され、陸軍航空隊からの要求により、ハフダランド社の XB-1、シコルスキーエアークラフト社の S-37 及び、 フォッカー社の XLB-2 と共作が行われたが、他の3つはすぐに脱落し XB-2 が選定された。XB-2 はその後もより小型で、コストも低いキーストン XLB-6 と比較されたり、大型すぎて格納庫への収納が難しいなどの問題があったりしたが、軍はその優れた性能を認め、1928年に12機の 製造契約が締結された。B-2 のうち1機は、副操縦装置付きに回収され、B-2A と呼ばれた。基調席と副操縦士席の副操縦装置は、1930年代以降爆撃機の基本装備となった。また、B-2 を基本にした、輸送機型コンドル18も2機製作された。B-2 は1930年代の技術的進歩によって、 急速に時代遅れとなり、早くも1934年には舞台から姿を消した。B-2 の後、カーチスライト社は陸軍の爆撃機製作から撤退し、1930年代以降はホーク戦闘機、海軍の急降下爆撃機、ヘルダイバーなどにメインを移している。ありがとうございます。